こんばんは、ドライトニュースの時間です。マインクラフトワイルドアップデートに関する無料のコンテンツについて紹介いたします。まずは統合版マイクラのキャラクター作成で無料のアイテムが登場します。ワイルドアップデートに関するアイテムで、まずカエルのマスクが登場しました。カエルになりきってジャンプしましょう。そしてキーパーズプロミスでウォーデンのお腹をイメージした上着になります。ウォーデンになりきり強さをアピールしましょう。最後にマディハットでマングローブをイメージした帽子でしょうか。このようにワイルドアップデートをイメージしたアイテムが無料でもらえます。続いて公式サイトによるワイルドアップデートに関する記事に無料のコンテンツをダウンロードできます。こちらの中身はアレックスやスティーブのステッカーやワイルドアップデートから登場するサウンドトラック、さらにワイルドな壁紙まで無料のコンテンツをもらうことができます。これなんかスマホの壁紙にちょうどいいですね。ウォーデンを毎日見れますね。以上、ワイルドアップデートに関する無料のコンテンツについて紹介いたしました。ぜひダウンロードしてスマホの壁紙にしたり、キャラクター作成アイテムを装備してマイクラを楽しんでください。それでは、良い一日を。